フードトレジャーレクメシ。ミサネのミニミニトリップ、今回は札幌市南部の様々なスポットを巡っていきたいと思います。こちらは南郷7丁目駅周辺です。こちらは南郷7丁目駅から徒歩5分ほどのところにあるビール工場、朝日ビール北海道工場です。ジンギスカンなどを味わえるバイキングレストランや、工場見学などを楽しむことができます。このようなお土産店もあります。こちらは、地下鉄白石駅前にある白石ガーデンプレイスです。様々なテナントや区役所、歴史を堪能できる博物館などがあります。こちらは、地下鉄東札幌の駅前です。大型スーパーなどもあります。こちらは、スタエルというライブなどにも使用される体育館です。
こちらは薄木の交差点です。群の街なので居酒屋などお酒を堪能できる店が多いのが特徴です。北海道函館市のイサリギ通りを巡っていきます。お楽しみに。